指名温度にポアソンは、ポアソン分布、ポアソン方程式などで知られる、フランスの数学者、地理学者、物理学者、ピテュビエで生まれた。はじめは、父の意向で医学を志したが、不器用であって医学に関心を持たなかったので、数学に転校した。1798年にエコールポリテクニークに、入学、ラグランジュ、ラプラスらに大数学などを学ぶ。 1802年にフーリエの公認としてエコールポリテクニーク教授に就任し、1806年まで在籍した。1808年と1809年にポワソンは主要業績とされるいくつかの論文をフランス科学アカデミー会放に発表した。1808年のスール・レ・イ・ニガリーテでも言えん、ムーブメント・デ・プラネテスでは惑星の運動を取り扱い、 ラプラスとラグランジュの提出した問題への回答を試みた。続く1809年には、スールルムーブメントでローテーションでラテールを呼び、スールラバリエーションでコンシュタンツ・アービット・レアーズ、ダンレ・クエスチョンズ・でメコニークにおいて、ボアソンはこれを発展させた。また1811年には、エコール・ポリテクニークでの講義録を2巻の書籍として出版した。1818 18年に、 ロンドン王立協会フェローに選出され、1832年にはコプリメダルを贈られている。ありがとうございます。